見てないから、ほぼ人外からの音。来た。ブリンさん来ました。よく見える方の特になし。あ、ダメだ、これ切ったらやばいな。はい、はい、はい。今ボタン前でスナパイさんの死体です。今ボタン前にいた人、ごめんなさい、一瞬チラッと見えたんですけど、わかりません。あ、まあボタン前というか、まあ僕はその辺にいて、基本的に対抗で大丈夫です、はい。ああ、じゃあ慎太郎さんで大丈夫です。僕目線はね、死体値が違って、スナパイさんの死体が、はい、一番奥にありますね。あ、なるほど。そうなんだ。で、僕、じゃあ慎太郎さんで大丈夫。そうそう、これレポができなかった理由が、僕配線タスクもあったんで、その配線タスク先につけちゃったから、あ、レポが遅れました。うん。でも、リン、ちょっと待って、慎太郎さん目線はリンさんが慎太郎さんに塗るキルをしたって感じです。いや、もう僕が行ったら死体があったんですよ、そこに。あ、見え、え、見え、もうその僕が配線タスクしようと思った時に、奥にスターパイさんの死体とリンさんが見えて、 あ、レポしたいとって思って、タスクを終わらせる前にリンさんが引き返したレポートなんで、あ、じゃあ大丈夫です。多分慎太郎さん視界が広くて、私は慎太郎さん見えてないので、私って名前が出るんだったら慎太郎さんで大丈夫です。あ、そう、ここはどっちかインポスターってことで客観でもいいと思います。はい、大丈夫です。私も大丈夫です。まあ、そう言えることとしたら、リンさん目線でそのミーティングの真ん中ら辺に死体があるんですよね。あ、そうですね。で、視界に誰か入ったけど、色までは見えなかったので、で、慎太郎さんが私っていう名前が出るんだったら、慎太郎さんで大丈夫。私ですね。ああ。はい。あ、もう遅いか。いや、エンジン4人脇だったからさ、で、僕、そのエンジン3人が上に来なくって、僕だけ上だったじゃないですか。うん、合ってるよ。まあ、その状態でミーティングで僕が切る、あ、まあ、考えられるか。まあ、ロラレしてもらえば大丈夫だから。うんうん。リンさん、メイン脇でした。スプリット回避小西です。すみません。私。え、スプリット回避小西って。え、リンじゃない。私、メインじゃない。メインじゃない。メインじゃないよ。あ、じゃあ、サンタさんさ、ごめんなさい、ごめんなさい。ゴロが一緒なんだよ。はい。おみや、頑張ってくれ。はい、はい、押しました。おー、うわー、すると思ってなかった。慎太郎に見えるけどな、うん、なんかね、あ、うん、私的にはなんか慎太郎さんになんか失点があるというよりは、リンさんがインポースの時そういうキルしなさそうっていう感じで慎太郎さんになってます、うん。あ、ま、俺はリンさんに昨日入れてんねんけど、うん、俺はリンさんの方が怪しいかなと思っちゃって言った、はい。俺ね、エンジン脇でゲンさん左、あっちゃんも左やったかな、うん。で、俺、弁当タスクだけやってから、宿舎前の方、金庫室の方に行ってて、タスクが2つ終わっている状態で、なんか、それやったらボタンとか、なんか、そのタスクの内容とかどうやったんかなぐらい。慎太郎くんの方が時系列的に奥で見つけての方が、俺はしっくりきたから、リンさんに投票しちゃったけど、まあ、別に全然慎太郎くんをかばってないので、うん、あれ、どっちでもって感じ。うん。まあ、要は釣り切りたいと思ってます。うん、私はどちらでも大丈夫です。私目線はもう慎太郎さんで落ちてるので、私まで釣ってもらってもいいし、まあ、信じてもらえるんだったら、まあ、はいっていう感じなんで、はい。じゃあ私はスキップに入れます。はい。はい。はい、じゃあ頑張ってください。はい。ごめんなさいね。安牌シーン落としちゃった。安定を取りました。すみません。はい。奥で切られてるっつったから、マットが奥は初めフェイクタスクしないと思うんだよな。フジビはどっちそれ。
カメラついてないからさすがに。乗っ取らせる。あぶな。おーナイスナイス。うん、マットではないね。うんうんうん、うんうん、危ない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 。展望に金庫1、金庫停電中、メインの暗室にいました。おう、あら、え、で出てったから。でもその後僕がねシャワーアーカイブって言ってるから、まあ、左流れてそうかな。うん、でやったら、ゆいさんに隠し色が出せます。そうですね、私してもゆいさんに白出せます。うん、キッチン展望ぐらいで寄って、展望でゆいさんがおそらく停電直してくれて、うん、最後武器庫上ぐらいで終わってます。ゲンです。藤宮さんの死人情報です。あの新前提で一旦行きます。うんうん、その場合、メインで私エレキに降りたんですけど、ハイブリスさんがエレキから登ってくるのが見えて、そのタイミングで停電が始まったって感じです。ね、ハイブリスさんはちょっと近そうかなとは思いました。その後に俺藤宮君とすれ違ってシャワーに入って、うんうん、アーカイブラウンジ貨物の金庫まで行けていて、うんうん、で停電直ったのはアーカイブ入る時ぐらい。アスタリスクやった時に勝ちタスクがシャワーで発生してるので、そこへ向かっていく途中で手で直しに行こうと思ったらそれまで直ってくれたっていう感じです。ハイブリさんは貨物の金庫まで何もせず一直線ですか？何もない。まあ、でもハイブリさんがやれるとしたらシャワー右奥ぐらいかな。一応アーカイブは最後リンゴさんが行って、うん、藤宮も最後アーカイブにいるので、はい、アーカイブに死体はない。はい、ハイブリさんが右に抜けるのを見てます。私はで本タスクして最後藤宮さんと会ってます。うんうん、ゲンさん最後どこですか？最後バイタルをチロッと見て、ダウンどこにいたっけ、診察室の芯の上ぐらいで、次のターンバイタル減ってることがあれば一応私がバイタルにいた照明は取れるかなと思います。足湯以外あんま白でなそうだ、ね、足湯って左行ってても白って出せる、うん、左行っててもあそう出せる、うん、でごめん、あの最終位置間違ってたんやけどエンジン配線のとこまで行ってるんで、で、うん、ゆいさんの方が後ろ、僕の方が前って感じ。じゃあ左行ってたらサントスさんって感じかな。うんうんうん、まあ、リンゴさんは難しそうかな。うん、なんか俺結構ゲンさんと藤宮くんがあの速攻一瞬ですれ違った感じだったんやけど、ゲンさんは伊豆さん見てないですよね。見てないです。だって私ハイブリさんが来た方向から降りてるんで、伊豆さんエレキ方面には来てないと思います。まあ、あのタイミングだって停電中だったから、うん、僕はゲンさん見えてない。停電のタイミングだっけ藤宮が見た。うん、停電中に暗室の中から出てった。ああ、なるほど、そういうことか。うんうん、あ、じゃあ見えないね。うん、ゲンブリは停電前ですね、あったの。うん、その、すれ違った後に停電開始。うん、はい、なるほど。足リンくらいかな。お、これ。見た、下行った。下行ったね。あれ？
イブリさんしよう。ハイブリさんは貨物脇。展望で停電を直してます。貨物脇で多分最初って金庫に行ったのかな。で、あとは分からんです。僕エンジンコックピットエンジンメインエレキっていう動きですけど見てないからエレキ側には来てなさそうだけどな。シャワーでユイさんと会ってますけどハイブリさん見てないですね。富士宮さんの経路にはなんか妥当性があるというか、私が武器庫から込み前通路に最後入ってるんですけど勝ちタスクやりに、でその時に、エンジンと、そうコックピットのドアは開いてましたね、僕も。あの湧いてから宿舎で湧いて下降りていったら藤宮くんがコックピット方面抜けていく見てるんで、左に源さんいるから難しそうかな。多分ハイブリさんさっきあの金庫できなかったっつったから多分初めね金庫から右上に行ったんですよ。だから多分急じゃなくて金庫をやりに行ったんだと思うんですけど、そっから見てないから、三輪ゆいですかね。じゃあゆいさんは自主点はまあ、さっきのキルが無理じゃない。足湯ゆいのラインを除き。藤宮さんもなんか1個前リンゴさん無理っておっしゃってませんでした。そうね。今回は分からんけど、さっきのキルはリンゴさん無理だと思うから。基本まあ三と三に見えるけどね。そっか。今リンゴさんアーカイブから降りてきました。最後シャワー。そうです。降りてきてます。リンゴさん結構移動しますね。宿舎脇やったんで。あ、そうですね。でもタスクがいやしてない。されてる人誰？源さん、ゆいさん、ゆいさんは停電直してる。だからゆいさんはマットもインポスターも自主点はない。で、足尾さんボタンだからキルも無理だから、足尾ゆいのラインはないから。藤井藤井二人がないです。ドアの情報から。藤井リンゴバーサス3と3って感じかな。サントスさんの場合は今日が足尾さんぐらいかな。単純にサントスさんがまあ一番浮いちゃってるから怪しいかなと僕は思ってます。え、藤リンゴだけなの？藤源もあるってこと？藤源ってない？藤源だったら源さんが左にいるって言ったの誰でしたっけ？そう、それ藤宮でしょ。源藤谷氏でその一応白は間接的には取り合ってると思います。あ、そうなんだ。まあ、だって源さんが停電直してるんでしょ？はい、停電直してます。あ、まあこれを他の方と連携してるって言われたらあれかもしれないけど。次藤宮に白出してもらうか。ナイスボタン。一応停電直しました。はい。マットはない。マットの疑いではないと思うんですけど、はい。リンゴさんはあの伊豆さんキルがね、俺視点でむずいと思う。そうですね。ジミヤさんマットリンゴさんローも一応構図はできるのか。まあ、できると思います。そうですよね。1個前か。伊豆さんの証言が僕からしか出てないから。1個前のキルで、藤宮さん、マットリンゴさん、白落としておき、このターン、リンゴさん切ってるケースは一応あるか。まあ、僕視点はシンプルにサントスさんかな。ね、サントスさんだったら多分味方いなすぎと思うんだよな。そうなんだよね。それは、そう。だからサントスさんの場合は、もう単純でマットも消えてる気がします。そう、だからその場合は多分タスク進行でいいから。多分こう結局どっちのパターンを疑いにしてもスキップ安定かなと思ってます。ああ、どっちもありえるもんね。不次元も確かにあるなぁとは確かに思った。不次元はあんまりやってほしくないよね。まあまあ確かに、ね、一応あるんで。不次元不次宮の強が否定されないと不次元不次リンゴある。まあ私も一応自分の視点はあると思ってて、まあハイブリさんを結構疑ってて、まあキルで死んだんで今。ユイさんタスクどうですか。あと厳しそう。わ、いや、に、つっちゃうかい。いや、つっちゃうかい。私、ゆいさんが怪しい人つっちゃおうぜ。私、
でも正直ちょっとリンゴさん気になっ てるんですよ。リンゴさんかサントスさんかなと思っててわかる、うんうん、あのちょっとなんか移動距離としてやっぱタスクがあるんですよ。若干遠いかなって思って でもそのターンってあれなんですよ、はい、結構後半のターンだったんで左のタスクほとんど終わっちゃってて、うん、でボタンも確か押しててで右にタスクしに行ったって感じです。ちょっとボタンは手に かけるんだよな。サントスさんかリンゴさんかなと思ってるんですけど、その場合は藤宮さんマットしかないって、うん、そうですね。そうだと思います見分けですないよ。ちなみに私セリフなんですよ。おこれじゃあ俺がワンチャン俺切って自爆したらもうサントスさんでいいんじゃない。藤宮切りにする。いやまあどっちでもいいです。俺はサントスさんに入れてる。どうしますリュウさん。サントさん切るってありですか。なし。私切りは負けだよ。それあの長老にいるから。お、いいね。渡るのかもね。さんが切ってくれなかった。いや、粘着してたの。私リンゴさんと脇一緒だったんですけど、リンゴさんがすごい動きが逃げてるように見えたので、やっぱりリンゴさんを切りたくて、で停電中一瞬リンゴさんを捕捉したんで、なんかリンゴさん切りを諦めずにうろちょろした結果見つからなかった、うん、なるほど。私を切るっていう選択肢があると思ってなかったんで普通にタスクしに行っちゃったんですけど、タスクは今終わりました。私は終わりです。俺は終わってるけど。ゆいさん今追いかけたから。うん、やべえ、ごめんなさい。ちなみに今停電って藤宮さん。あ、私が直した。あ、でもゆいさんもまあ一緒に直してたから、うん、まあまあ。え、じゃあゆいさんどこを直して。あ、ごめん違う。藤宮に先言ってもらってゆいさんがそれ合ってるか確認して。うん、あ、そうしますか。それはちょっと。え？それはちょっと。それはちょっと。強人で難しい質問ですね。あれ簡単だ。真ん中合ってるが合ってるな。よしでもよし、まあ、どうなんだろう、ごめんなさい、これ真ん中来た。本当え、いや真ん中来た。それやったな。ちゃんとスズリダさんとスズリ合っちゃってるんですけど、なんか合っちゃってるよね。合っちゃってるんですけど、藤宮さん今日のリノさんローに見えちゃうんですけど、私があれですか。あ、おかしい。いや全然おかしくないですよ。いやそれもあるんで、私を信じて。Trust me. Trust me. しかも全然タスクが終わらないというこの事態、うんね、まあ一応進行案は何個かあるんですけど、1個は今日ゆいさんが一番怪しいと思うとつって、その場合で終わらなかったら多分ゆいさんタスク終わらないと思うんで、切るボタン連打してください、はい、私隠れるんで。わかりました。私は実質 に釣り入れられると一緒じゃないですか。そうですね。なるほどな。それぐらいしかもあんない。それが一番強い。で、合ってるのに。なんで信じてくれないんだ。まあまあ、例えばリンゴさんつって終わんなかったら、うん、サントスさん打ちとかを狙うとか、はい、まあ。サントスさんの場合はまあ単浪だから、まあ一応ワンチャン。まあ、できることは連打じゃなくても、形はあるけど。どうしますか。すいません、それでお願いします。うわー、怖いなー。サントスさんに入れました。リンゴさん、私の場合って振り回すかタスクするか終わんなかったから、ね、お悩みあの選切る連打だ。リンさん頑張ってください。え、真ん中です。マジなんでお前あ当てるんで。シャワーに石油値
メイン。エンジンのうち怖い。おお。ゲンさんを切ってしまったんですね、ユイさん。切ってないです。その刀で。え？私を信じてくれれば。真ん中って言ったのに。え？真ん中って言ったのに。サントさんです。サントさんだよ。間違ってレポートしちゃいました。サントさんだって最初から言ってましたよね、僕は。ねえ、なんで手で抜いちゃってるんで。なんで手で抜いちゃってくれ。当てに行っちゃったな。勝負師のところが。ナイスファイト。しかもリンさんなんや。はい、私切っちゃった。リンさんなんや。おー、リンさんなんや。そう、慎太郎さんが来たんでとっさにっ嘘ついたんですけど。いやごめんなさい。いや藤宮さんがちゃんとはっきり言ってくれればいいのにって。最初から言ってた。サントさんだよって。マットだった。私は答えを教えていたんです、皆さん。進行当ててましたから、ね。しかも俺の位置、まあ穴がち間違っちゃないしな。あ、そうなんだ。キッチン脇から金庫で死んでるから。あー。まあ、メイン真ん中って言ってね。うんうん。容疑者を爆弾に拾った。